バーレスク。バーレスクとは、有名な作品のスタイルや精神をカリカチュアしたり、その作品のテーマを滑稽に描く文学、戯曲、音楽のジャンルである。バーレスクという言葉はもともと、イタリア語のバーレスコから来ている。バーレスコの語感バーラは、冗談、ーダアザケリーなどの語義を持つ。バーレスクは、意味的には、カリカチュア、パロディ、手作などがある。 時代が下ると、特にアメリカにおいて、バラエティショーの形式による見せ物を指すようになった。アメリカにおけるバーレスクは1860年代から1940年代にかけて人気を博し、劇場だけでなく、キャバレーやクラブでもよく上演された。後期のアメリカンバーレスクは、わい雑なコメディと女性のストリップを演目とすることが特徴であった。 ハリウッド映画には1930年代から60年代のバーレスクの雰囲気をミュージカルで再現しようとしたり、ストーリー上にバーレスク的なシーンを含んだ作品がある。例えば1972年のキャバレーや1979年のオールザットジャズである。1990年代以降になると衰退していたバーレスクを再評価するニューバーレスクの動きが起こった。 16世紀の初め、バーレスクという言葉は、フランチェスコ・ベルニのオペレ・バーレッシュのタイトルにおいて、初めて登場した。この作品は、印刷技術の、まだなかった当時にあって、写本によって、広く読まれた。それからしばらく、バーレスク形式の詩は、彼の名をとって、ポエシエ・バーネスカと呼ばれたほどである。荘厳であったり哀れを誘う作品をグロテスクに、模倣するものとしての、 バーレスクという文学用語は17世紀のイタリアおよびフランス、ついでイギリスにおいて普及するようになった。シェイクスピアの真夏の世の夢におけるピュラモスとティズベーの劇中劇や騎士道ロマンスを風刺したフランシス・ボーモントのきらめくすりこぎンの騎士などはこの種のパロディの最初の例と言える。17世紀のスペインでは風刺的な作品をいくつも書いた。 セルバンテスの劇作都市が中性的なロマンスを笑いのめした。1615年には彼の模範小説集と新作コメディア発編と幕開劇発編が出されている。バーレスクという用語はそれ以前の調査やシェイクスピア、古代ギリシャローマ文化における古典にも用いられている。バーレスクは意図的に馬鹿げた作品として書かれている。その作中においては、 様々な作風が模倣され、特定の作者の模倣と不条理の描写とが結びついている。この意味で、バーレスクという言葉はパスティーュやパロディと言い換えられることも多く、あるいは17世紀から18世紀にかけて流行したジャンルである、英雄史的ということもできる。バーレスクが目指す効果は読み手、あるいは聞き手がそのテーマに対して持っている知識に依存しており、読み手には、 高い教養が求められる。17世紀及び18世紀のバーレスクは以下の2つのタイプに分けられる。すなわち、行為のバーレスクにおける模倣とは、学者禅として高尚な文で、それにふさわしくない陳腐であって滑稽な主題が描かれることであり、例えばパロディ文学や儀英雄詩がそれにあたる。ハ、は、イ、い、バーレスクの例として最もよく引用されるのが、アレクサンダー・ポープの 神盗人である。定位のバーレスクは、真面目な主題を潜んで、調笑的な文体で描くものである。例えば、サミュエル・バトラーの、ヒューディブラスである。この作品では、ピューリタンの騎士の災難が、風刺的な滑稽史の形式で、しかも日常的な語彙によって描かれる。バトラーが、自身の滑稽史に持たせた倫理的な文脈が、カリカチュアを風刺に変えたのである。 時代が下っても、バーレスクの文学的本質は、レビューやスケッチにおいて見ることができる。トム・ストッパードの1974年の劇曲、ザレゴとは、バーレスクの伝統に則っ,って描かれる、長編劇の例である。ビクトリア朝のバーレスクは、トラベスティア、エクストラバガンザとしても知られ、1830年代から1890年代にかけて、ロンドンの劇場で人気を博した。 パロディミュージカルの形が取られ、有名なオペラや擬曲、バレエの作品が、より間口の広いミュージカル劇に本案された。表現的にはかなり際どいことが多く、原作の文章や音楽が引用されたりパスティーシュ、されながら、本来の作品に合った劇や音楽としての約束時や、形式が笑い飛ばされた。その滑稽さは大抵古典的なテーマの矛盾や、不条理に由来するものであり、 歴史に忠実なドレスや道具立てが俳優たちの演じる現代的な行動と並べられるおかしさでもあった。1831年にオリンピック座を開いたマダム・ベストリスことルシア・エリザベス・ベストリスはこの劇場で様々なバーレスクを上演したその第一作はジェームズ・プランシェのオリンペク・レイブルズであった。他にバーレスクの劇作家としてはヘンリー・ジェームス・バイロン ジョージ・ロバート・シムズ、フランシス・カウリー・バーナンド、ウィリアム・シュベンク、ギルバート、フレッド・レスリーがいる。ビクトリア朝のバーレスクは、イギリスの伝統芸であるパントマイムとも結びつけられることがあり、それに滑稽なセリフとひねりを加えられた芝居という意味ではパントマイムに良しするものでもある。バラット・オペラなどに連なる初期のバーレスクでは、歌詞が ポピュラーミュージックに当てて書かれていたが、後期のバーレスクは、オペラ、オペレッタ、ミュージックホール、レビューなどの音楽をミックスしたものであり、さらに一部のモッドや心的な興行であれば、自分たちで作曲したオリジナルの音楽を持っていた。このイギリス式のバーレスクは、1840年代にニューヨークへと紹介され、人気を博した。バーレスクの題材としても最もよく書けられたのは、 シェイクスピアの擬曲とグランドオペラだった。対話は普通オインレンクで進み、アクセントとして大量のダジャレが散りばめられた。マクベスもののワーレスクの典型として、次のような対話があった。マクベスとバンク王が傘を差して登場し、魔女たちが二人を、ババンンザイ、バンザイ、バンザイ、と出迎える。マクベスがバンク王に、あの挨拶はどういう意味だろうと尋ねると、あのバンザイは、 あなたの知性を予言したものだという答えが返ってくる。また、何よりもバーレスクに肝心なのは魅力的な女性のダンスをした姿であり、ズボン役、女優は足を目立たせるためタイツを履いていたが、芝居そのものが下品なほど、いかがわしくなることは稀であった。1860年代から90年代にかけて、バーレスクはゲイティやストランドなどロンドンにある劇場にとって目玉となった。 1870年代には30分以内に終わる一幕物がほとんどになっており、ポピュラーソングやオペラのアリアなど聴衆がすぐにわかるような曲のパスティーシュやパロディが行われた。当時の人気俳優はネリー・ファレン、ジョン・ダーバン、エドワード・テリー、フレッド・レスリーである。1880年頃からビクトリア町のバーレスクは上演時間が長くなる傾向にあり、日本てや、 身元立てするどころか、午後を丸々潰してしまうまでになっていた。1890年代の初め頃のロンドンでは、こうしたバーレスクの流行は過ぎてしまい、ゲーティー劇場などの出し物は、より健全な、しかも文学から遠いジャンルであるエドアリアン、ミュージルコメディーが中心に移り変わった。アメリカンバーレスクは、上記のように、ビクトリア朝のバーレスクの流れを組む。 1840年代からニューヨークではイギリス式のバーレスクが上演され成功を収めていた。イギリスのバーレスク一座であるリディア・トンクソンとブリティッシュ・ブロンドは1868年に初めてニューヨークを訪れ人気となった。ニューヨークにおけるバーレスク賞が当時人気のあったミンストレルショーの要素と構成を取り入れるまで時間はかからなかった。 当時のショーは三つのパートからなった。まず歌と、低俗喜劇の役者による滑稽でわい雑なスケッチ。次に、オリオと呼ばれる、軽演劇と男性による、アクロバット芸や手品、読唱などのコンセーバーと、三つ目が合唱であり、時にはここに、イギリス流の社会風刺のバーレスクが入ったり、流行の芝居が入る。工業は大抵、ストリップショーかレスリングかボクシングで締めくくられた。 19世紀の終わりにかけて、イギリスではバーレスクが次第に時代遅れになり、代わりにが盛んになった。それに合わせて、アメリカ式のバーレスクの人気は最高潮に達するのだが、これは女性のヌードへの関心の高まりの裏返しであった。シリアの生まれを思わせる東洋風の入れ立ちをしたク地チと呼ばれるエロティックなダンサーが登場するのも、この頃である。 ミュージックホールや劇場と同じ数だけ、クラブやキャバレーでも興行が打たれた。20世紀の初めには、国民的なバーレスクショーの興行網が2つあり、予選演芸や、ウィンターガーデンのミンスキーバーレスクのような地元の劇団と人気を競い合った。アメリカンバーレスクはその出し物を伝統的な路線から、次第にストリップショーへと移行していった。初めは、スブレットが歌い踊りながら、 自らの体をひけらかした。その中には動きに劣る者も,もいたが、代わりに彼女は凝った舞台衣装で観客の目を引いたのである。そして徐々に歌って踊るスブレットにとって変わって、ストリッパーが主役となった。アメリカには1932年までに少なくとも150人のストリップをこなす主演女優がいた。30年代から60年代頃までに活躍したスターパフォーマーは、 サリーランド、ジップシー、ローズリー、テンペストストーム、リリセイントシア、アンコリオ、ブレイズスター、マギーハートなどであり、彼女たちはロレンツハートやコールポーターの歌に登場するほど有名だった。1930年代の後半にはバーレスクショーは最大で6人のストリッパーを1人か2人のコメディアンと1人の司会者がサポートする形式が主流になっていった。 キャリアの初期にこの同系役としてバーレスクショーに出演していた俳優、女優にはファニー・ブライス、メイウエスとエディ・カンター、アボットとコステロ、W.C. フィールズ、ジャッキー・グリーソン、ダニー・トーマス、アル・ジョルソン、バートラー、フィル・シルバース、シュド・シーザー、ダニー・ケイ、レッド・スケルトン、ソフィー・タッカーがいる。バーレスクがされる空間に開放的な雰囲気があったのは アルコールが飲み放題であったことが大きな理由の一つであり、禁酒法の施行によりバーレスクは壊滅的なダメージを受けた。ニューヨークでは市長であったフィオレロ・ラガーディアがバーレスクを取り締まり、1940年代の初めにはバーレスクを小ビジネスから締め出すほどの成果を上げた。アメリカの各地で細々と工業は続いたものの、次第に関心は失われ。 1970年代には劇場で当たり前のようにヌードが披露される文化は惨めな末路をたどった。アメリカンバーレスクの衰退期とその後を捉えることをテーマにした映画にバーレスクのキプジニアストリッポラマミンスキー劇場にガサが入った夜1968年がある。1990年代に入るとヨーロッパでもアメリカでもバーレスクへの再評価が進んだ。 ニューバーレスクあるいはネオバーレスクとも呼ばれる新世代は大がかりなショーと古典的なアメリカンバーレスクを思わせる怪しい魅力へのノスタルジーかき立てるもので1990年代初期のビリー・マドリーによるシネマやその後のニューヨーク市でレビューダッチ・アイズマンズ・フォリーロサンゼルスの劇団ベルベット・ハンマーはカルト的な人気を得た2012年にはリベル・アトランティック・シティに イヴァン・ケインによろいアルジェリー・バーレスク・ナイト・クラブがオープンしている。有名なネオ・バーレスクのパフォーマーには、ディタ・フォン・ティース、ジュリー・アトラス・ミューズがいる。キャバレー・レッド・ライトのようなアギト・プロップ集団は、政治風刺とパフォーマンスアートを自分たちのバーレスクショーに取り入れている。バンクーバー・インターナショナル・バーレスク・フェスティバルや、ミス・エキゾチック・ワールド・ページェントは、毎年恒例のイベントである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。